わらびは、シダ植物の一種。コバのイシカグマ科。かつては、イノモト草科に分類されていた。草原、ヤチ、ニヤなどの日当たりの良いところに群生している。酸性土壌を好む。山菜の一つに数えられている。春から初夏にまだ葉の開いてないワカメを採取し、スプラウトとして食用にするほか、根茎から取れる原粉を、わらび粉として利用する。ただし、 毒性があるため生のままでは食用にできない。伝統的な調理方法として、熱湯を使ったアク抜きや塩漬けによる無毒化が行われる。この名は同時に、シダ類の代表的な名として流用され、例えば、犬わらび、熊わらび、ウ野わらびなどがある。また、アイヌ語でもわらびを、わらんび、わるんべなどと呼称しており、日本語由来の言葉と考えられている。 茎は地下を横に生い、よく伸びる。葉は冬には枯れ、春に新芽が出る。成長すると0.5から1メートルくらいの背丈になる。葉は、鵜上吹くで、小葉には艶がなく、全体に黄緑色で、やや硬い。森林内に出ることは少なく、火事、植林地などの拡乱されて生じた日当たりの良い場所に出現する。 山腹の二十周辺などにもよく出て大きな集団を作る。わらびのアク抜きわらびの新芽は中国、日本、朝鮮半島において広く食用とされる。わらびは山菜の中でもアクが強く食べるためにはアク抜きが必要である。処理の前にある程度長さを揃えておき折り口をきれいに切り揃えておくと良い。家庭によっては切り揃えたものを紐などで一食分くらいに 束ねておく。わらびの上から、重曹や木灰を振りかけ、沸騰した熱湯をその上からかけ、新聞紙や大きめのポリ袋で落とし蓋をして、一晩置く。翌日きれいな水で粗役を流し、調理する。おひたしや、漬物、味噌汁の実などとして食べる。わらびのおひたしについては家庭によって様々な、代わり醤油をつけて食べる習慣があり、サンバイス、わさび醤油、 からし醤油、酢醤油、ポン酢の他に、酢味噌やマヨネーズ味噌、醤油マヨネーズなど様々な漬けだれがある。また、サラダに混ぜて、ドレッシングで食べるのも美味しい。アクが防腐剤の代わりとなるため、水をこまめに交換すれば1週間は大丈夫という説もあるが、3日を過ぎると腐りやすくなるので注意。確実に日持ちさせたい場合は、 チャック付き保存用バッグに練りわさびを溶かした水とともに、処理したわらびを入れて、空気を抜き、冷蔵庫に保管するとわさびの殺菌作用で1週間ほどは、持つ。食べやすい大きさに小口切りしておくと、袋から取り出して洗ってそのまま食べられる。地方によっては、濃い塩油をわらびを敷き詰めたたらいに流し込んで、アクを抜くという方法もある。また、温泉地では、 単純アルカリ線でアクを抜く方法もある。こうした場所では吹きなど他の山菜も山から取ってきた長いままで切らずに茹でる光景も珍しくない。生のものを5センチ程度に切ってかき揚げにするか一本のままで天ぷらにしても良い。生のまま揚げたものはアク抜きしたものより苦味が強いがほろ苦い独特な風味があり美味である。口実の中毒のこともあり。 食べ過ぎには十分注意。茹でてアク抜きしたものは苦味も少なく柔らかいので、一数本を軽く結んで束ねたものに衣をつけて揚げても良い。塩漬けにする場合は、多めの塩を振りかけながら束ねた生のわらびを漬物損に敷き詰めてビニールをかぶせ、蓋と重しをして空気が入らないように密封する。食べる時は取り出したわらびをよく洗い、一晩塩抜きしてから調理する。 塩漬けしたものは煮付けや卵とじなどの調理にする。そのまま生では食べない。牛や馬、羊などの家畜はワラビを摂取すると中毒症状を示し、また人間でもアク抜きをせずに食べると中毒を起こす。ワラビには発がん性のあるプタキロサイドが約0.05から0.06%含まれる。1940年代に牛の慢性血尿症が わらびの多い牧場で発生することが報告され、1960年代に牛にわらびを与えると、急性わらび中毒症として、白血球や血小板の減少や出血などの骨髄、障害、再生不能性貧血、あるいは血尿症が発生し、その牛の膀胱に腫瘍が発見された。これが現在のわらびによる発願研究の契機となった。 悪抜きしても発ん性は残存する。ラットの発ん率は処理なし78.5%に対し、肺処理25%、重層処理10%、塩蔵処理4.7%と低下はするものの残存した。ありがとうございます。